金城、ビーカー文化は、紀元前2600年頃から、紀元前1900年頃までの、後期新石器時代から、初期青銅器時代にかけて広がっていた、金城ビーカーと呼ばれる、独特の大型広口坂月の水平分布域。文化とつくが、単一の文化圏ではない。ケルト語派の諸言語やその社会の初期の発展段階と、非常に密接な関係があるとも見られているが、 起源や担い手については研究途上である。これより、はるかに古い時代に、ロート上、ビーカー文化が別の地域である中央ヨーロッパ北部に存在していたため、これと明確に区別する際に、金城ビーカーとする。西はアイルランド、東はハンガリー、北はデンマークやスコットランド、南はシチリア島に見ることができる。金城ビーカーこの、 分布域で作られる大型の引用広口杯は外角の断面が S 字型でそのため全体の形が金をひっくり返したような形をしていることから金状ビーカーと呼ばれるこのビーカーはポルトガルの生誕部で作られ始めた可能性があるただしこの発明者たちと口述するように流浪の民であったとみられる普及者たちとは 同一の文化的集団だったかもしれないし、別の集団だったかもしれない。というのも、古い遺物のほとんどは、ライン、川上流域とその周辺に集中しており、少なくとも普及者たちの方はそのあたりから活動を開始したと見られているからである。その他よく見られる遺書には、トゲと中子がついた矢尻、前腕につけるを小さな弓形のペンダントといった弓具、及び、 V 字型の先行付きボタン、銅製のダガー、銅、金、銀の装飾品などに見られる。しかし、これらの衣装は確かによく見かけるものの、この金上ビーカーの水平分布域全体に共通しているというわけでもない。文化と名付けられてはいるものの、この範囲の文化的特徴については地方ごとにあまりにも大きな違いがあり、まとめて単一の文化と見るには無理がある。 少なくとも四つの互いに特徴が大きく異なる地域文化群に大別され特徴的な金城ビーカーの水平分布域としてまとめて認識されているというだけのことである上に挙げた品物の衣装は保守的でまた技術面でも原始的であり特に金属機では古い時代の影響が色濃く残っているまた小規模の特徴のある 集団墓地も何箇所か見つかっている。そのためこのビーカーの主な普及者、すなわちビーカー民としては、いわゆるロマのような類の放浪民の専門志工業者が考えられる。そして、これらの遺物は、こういった人々がヨーロッパ西部や南部にこの時最初に出現し、各地を移動放浪して回った結果このような広い範囲に文化的な共通性をもたらしたことを示唆しているものと、 見られている。これら金属製品には希少なものもあり、そういうものは特に社会の上層の人々による宗教儀式にも使われたであろうと見られている。また、丁寧に作られた儀式用と見られるビーカーも広く見つかっており、こういった理由からこの地域では異なる、言語集団ないし民族集団の間での主として放浪民を介した交易がだいぶ盛んであったものと推定されている。 このビーカーの存在は、蜂蜜酒が当時広く飲まれていたことを示唆している。を飲む習慣が入ってきており、西ヨーロッパ一帯のケルト人の上流階級の墓からはワインを飲むための道具が見つかるようになる。この地域の各地では時折一箇所に大量のビーカーが見つかるが、これらはこの地域の住民の多くが頻繁に移住し、各地に入ったり出て行ったりしていたことを示しているのか。 あるいはそれとも移住者の出入りが特に頻繁でないところであってももともと社会的地位を示すほど貴重品だったビーカーが時代を下るごとに普通の日用品になってたくさん作られ消費されていった過程を示しているのかそこははっきりしていないおそらくそのどちらでもあっただろうと見られている宮城アンフォーラ文化と縄目分土器文化の位置関係一つの説としては このビーカー自体はポルトガルで発明された可能性があるものの、この文化はもともとインドヨーロッパ語族のヨーロッパ侵入拡大時期の文化と推定される縄目分土器文化の広がりの生誕だった場所、おそらくライン川上流からオランダ南部あたりにわたる地域から始まったと見られており、そのためインドヨーロッパ語族の西や南への拡大と関連があると考えられている。これは マリア・ギンブタスのクルガン仮説に沿っており、中央ヨーロッパに侵入、定着した旧城アンフォラ文化に始まり、そこから発して東西に大きく広がったナーメブンドキ文化を契機に、インドヨーロッパ語族がヨーロッパ西部、北部、南部に次第に勢力を拡大していったという経緯を仮定している。また別の説としては、例えば一つにはギンブタス自身が唱えているものがある。これは、 中央ヨーロッパ東部から侵入した、インドヨーロッパ語族のうちの、おそらく鉛が、さてもかしなかった言語の話し手の集団が、縄ブ分ド器文化の地域でなく、カルパティア産無役よりも南の地域を経て、ライン、川上流域に達し、西ヨーロッパや南ヨーロッパにこのビーカーの文化を広めたとするもので、ある。確かに、この文化の初期の担い手の中核と考えられる。 人々の定住跡とはっきりと同定できる遺跡は、まだ見つかっておらず、逆に貧弱な構造の建物跡ばかりが見つかる、ことから、この人々は、頻繁に住地を変えて放浪して回る性質を持つ、文化的統一性の高い民族的集団の類で、あったとも推測される。彼らはこのビーカーとそれに付随する各種、金属工芸品をあちこちに広めたが、必ずしもこの形式のビーカーを、 発明したとは限らない。金城ビーカーは、アイルランドやイベリア半島などでは馬、ま、太陽崇拝、武具、原始的な金属工芸品といったものと意味の上で、深く結びついていることが多く、こういった感覚は、インドヨーロッパ語族の文化に特有であると考えられる。形質人類学の立場からは、ビーカー文化の初期の中核的にない手の人々には、 東方のステップ地帯からやってくる人々に特有の身体的特徴が見られるという指摘がある。また、彼らが放浪民であったとする立場を取る人は、この放浪民の痕跡こそが、インドヨーロッパ語族による、当時や非インドヨーロッパ語族の古い言語が話されていたと見られる、ブリテン諸島を含む西ヨーロッパ一帯や、イベリア半島への最初の進出を示すものとしている。 近年の古代 DNA 解析からは、ドイツのカネジョー・ビーカー人には、陰謀語系ハプログループ R1 ビットが見られるのに、対し、スペインのカネジョー・ビーカー人には、R1 ビットが見られず、より以前の巨石文化の担い手である、ハプログループ G に R、ハプログループ I に A が検出されたことから、カネジョー・ビーカー人は単一の民族集団では、なかったとされている。この時期の中央ヨーロッパ北部には、 インドヨーロッパ語族のヨーロッパにおける発展の本流とみられるウーニエチ製文化が広がっていた。マップアフターエンサイクロペディアオブインドヨーロピアンカルチャーハットザストーリーアバウトザノルディックシビリゼーションクレードルオブシビライゼーション2017年7月9日閲覧ケース・ H ビカーズビーカーカルチャービヨンドストーンヘンジエッセイズ・オン・ザ・ブロンズ・エイジー・オナー・オブコリン・バージェス オックスフォード、オックスボー、マレーリーアダムズ球場アンフォラ文化の東部、ナワメ文ドキ文化の東部、ないし、もっと東方のどこかを出身地とする集団。あるいは、単に可能性としては、ずっと南の地中海地方かもしれない。エウペジア。ありがとうございます。